はい、皆さんこんにちは、こんばんは、制作レビューの第8回で今日は7月9日です。制作工房の原英二さんと私弁護士の国峰です。今日はどうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでですね、今日はニュース解説ということで米中貿易の話と今ホットな日韓貿易の話をですねさせていただきたいと思います。それでまあ、米中貿易はもう語り尽くされてるんで、まあ、ちょっとさらっとさせていただいて、まあ、ちょっと今度専門の方を呼ばせていただこうと思っていますけれども、まあ、ちょっと簡単に、まあ、経緯と最近のこうちょっと状況だけをおさらいするとですね、まあ去年から第3弾までいろんな措置が行われて5月に第3弾の関税措置で 25% で、まあ、これは結構経済的にも影響があったような感じでして、ただまあその第4弾をもう3000億ドルのものをですねやるかどうかっていうことだったんですけど、まあ、6月 の, この間の米中首脳会談で見送りになって今協議が再開したというまあ状況です。ちょっと簡単にまあ関連する景気動向の数字だけまあちょっと持ってきたんですけれども、まあ、中国のですね景気をまあ見てみると、まあ、象徴的かなと思ったのがですね製造業 PMI っていう、まあ、製造業 の, 景気動向を示すものなんですけど、まあ、これ50がを下がるとまあ景気が悪くなるっていうまあものなんですけど、まあ、6月に 49.4 で50を切ったっていうことで、まあ、その主な要因がですね新規の輸出の受注がまあ減ったっていうことだったようなので、まあ、影響が出てきているのかなという感じですね。で、まあ、日本のですね実質輸出、まあ、これ日銀が出している輸出の数量を、まあ、季節の変動をまあ調整した数字なんですけれども、まあ、中国はまあ徐々に減ってきているというまあ状況ですね。マイナス 4.8 プラス 2.4 だけどまたマイナス 0.2 という感じですね。で、まあ、ニーズとか ASEAN はまあそんなにこう悪くなかったんですけど、なんか5月に急に 9.2% 落ちるっていうような感じになってまして、まあ、これちょっと特殊要因なのかもしれないんですけれども、ただ中国にその ASEAN とかから輸出する製品のなんか中間材みたいなものが減ったんじゃないかっていうこともまあ言われてましてですね、まあ、これもその中国の影響の可能性もあるというふうに言われてますですね。なのでまあ徐々に経済的な影響も出てきたんじゃないかなという、まあ、だから米中貿易戦争で相当その世界経済、その中国単体ではなくって世界経済全体に大きな悪影響があるんじゃないかと言われていたのが5月ぐらいの段階ですでに相当見えていて、はい、まあ、今回一応合意ができたのでまたそこが少し戻るんじゃないか、かもしれないですね。まあ5月10日ぐらいに第3弾がまあ発動してるんで、まあ、その影響がこう徐々に出てきてはいるのかなという、うん、まあ、じゃあ米中のところは今度しっかりと専門家を呼んで、はいはい、そうですね、もう一回やることにして、はいはい、ちょっとじゃあ次に行かせていただいて、これは今ホットな日韓、日本から前韓国への輸出 の, 措置がまあなされたということで、まあ、ちょっと簡単に概要だけご説明させていただきますと、第1弾っていうのが7月4日になされましてですね、これはリスト規制というですね、まあ、外為法で輸出貿易管理令というまあルールがありまして、そこでですね武器とか大量破壊兵器とか兵器に転用される可能性のある品目がですね許可が必要だというまあ規制がありまして、そのうちですねこの、ただまあ一件一件本来原則としては許可が必要なんですけれども、韓国向けとかまあ一部の国についてはまあその手続きが緩和されてましてですね、でまあ通まあ韓国についてはそのもう3年ぐらいこうまとめて許可を得ることができたんですけれども、まあこれをまあ一件一件にしたと。でそのまあ品目っていうのがまあ3つで、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素、まあこれも3つともその通常兵器に転用される可能性があるものというふうに法律上は決まってましてですね、ただまあその韓国の日本への依存度がまあ 94% とか 92% とか、ほとんど日本に韓国としてはその依存しているような品目が選ばれて、それ の, その輸出の手続きをまあ強化されたと、まあ、一件一件の
契約ごとに許可が必要になったっていうのが第1弾がすでにこれはもうあの執行されているような状況ですね。で、まあ、第2弾であのこれは8月下旬ぐらいと言われているんですけれども、あのホワイト国というのが あってですね、これはあの、まあ、このリスト規制とはまた別にですね、あの、まあ、もっとこう品目がブワッと広がって、まあ、1700品目ぐらいあると言われているみたいなんですけど、ただそのホワイト国っていうその今27カ国指定されているんですが、そこに入るとですね、あのその規制っていうのが緩和されるっていうようなものになってまして、ただそこのホワイト国から韓国を外して、あのまあ個別の許可をまた必要とするというのが、まあこの第2弾で予定されていてですね、まあ、1700品目のうち100品目ぐらいは結構韓国にも大きな影響があるんじゃないかと言われているみたいで、なのでまあ第2弾の方がまあかなり影響が大きくなるのかなということですね。でちょっとあのこの辺はちょっと原さんからまたあのご説明いただきたいと思うんですけど、まあ、あの外為法はそのなんか報道を見てると、あの徴用工問題の対抗措置っていうことがあのまあ結構そのためにやったんだっていうのがこう断言っぽく書かれてるんですけど、まあ、ちょっとそこに僕もちょっと違和感を感じてですね、あの外為法の法律上は あくまでその武器とかにその転用されるのを防止するためのルールであって、でまあそのガットでもですね、まあ、条約でもですね、あのまあ基本的にそういう関税とか以外であの貿易の制限をしちゃいけないんですけれども、ただ安全保障のためにこうですね、安全保障上 その重大な利益の保護のためにその武器とかその軍需品の取引を制限かけるっていうのは認められるっていうふうになってまして、まあ、あの徴用工問題を主な目的としてやったら、まあ、この条約に違反にもなるし多分法律違反にもなると思うんですけど、あの、まあ、あくまでもその主な目的っていうのはその軍需目的、その武器への転用とか、まあ、そういう問題への対処っていうことで、あのなんかそういう不適切な事案があったっていうふうに世耕大臣とかも言ってるんですけど、まあ、むしろそっちがすごい重要な話です。そういう転用とかそういう話がもしあったんだとしたら、それって結構重大な問題だと思うんで、まあ、そっちにフォーカスした議論が必要なんじゃないかなというふうには個人的には思います。だからその徴用工問題のがちゃんと対応してもらえなかったので、はい、韓国に対するまあ嫌がらせでやってますと、その輸出依存度の高い、はい、あのいや輸入依存度の高いものについて、日本からの依存度の高いもので嫌がらせでやってますっていうような捉えられ方をされがちなんだけども、そうじゃないですと、もともと軍事目的に転用されるような品目について安全あの保障のために貿易管理をやっていて、でその、あのルールの変更をしているということですよね。それでちょっと次のところで、いや今どんな報道されているのかということですが、新聞報道相当批判的なものが多いです。でこれは7月の3日の朝日新聞の社説 で対韓輸出規制報復を即時撤回せよっていう、まあ、あのタイトルなんですが、で政治的な目的に貿易を使う、近年の米国と中国が振りかざす愚行に日本も加わるのか、自由貿易の原則をねじ曲げる措置は即時撤回すべきである。で、徴用工問題について日本側が事実上の対抗措置に出た格好だと、まあ、あの徴用工問題の対抗措置だって言ってるわけですね。それから次の毎日新聞、これは7月4日の社説です。でこれはタイトルは、韓国への輸出規制、通商国家の利益を損ねる、で外交問題とは全く関係のない貿易手続きを持ち出して政治の道具にする、日本が重視してきた自由貿易の原則を歪めるものだ、元徴用工への賠償を日本企業に命じた韓国最高裁判決をめぐり韓国から満足のいく対策が示されなかったとして事実上の対抗措置に出た、まあ、あの国見さんさっき言ったみたいにその徴用工問題の対抗措置だって、まあ、朝日も毎日も言われてる、あの日経もちなみに同じようなあの批判的なことを言われてるんですが、で事実関係どうなのかというと、これは世耕経済産業大臣がツイッターで経緯を全部説明をしてるんですけども、7月の3日ですね。で、世耕大臣のツイッターでは従来から韓国側の輸出管理に不十分な点があり不適切事案も複数発生していた、
が日韓の意見交換を通して韓国が制度の改善に取り組み制度を適切に運用していくとの信頼があったが、近年は日本からの申し入れにもかかわらず十分な意見交換の機会がなくなっていた、まあ、要するにこの不適切事案にがあって日本からの申し入れをしたけども意見交換できてませんでしたっていう、そのさっきの安全保障上の武器に転用されるとか、まあそういう不適切事案の問題を言ってるわけですね。で次に行って2番目、また近似今回輸出許可を求めることにした製品分野、さっきの3品目とかのことですけど、韓国に関連する輸出管理をめぐり不適切な事案が発生をしていると、まあ、特に近年発生をしているっていうことを言っていて、で3番目、さらに今年に入ってこれまで両国間で積み重ねてきた友好協力関係に反する韓国側の否定的な動きが相次ぎ、その上で旧朝鮮半島出身労働者問題、まあ、これはあの徴用工の話については G20 までに満足する解決策が示されず、関係省庁で相談した結果信頼関係が著しく損なわれたと言わざるを得ません。で4番に行って、輸出管理制度は国際的な信頼関係を土台として構築されているものであり、経緯のさっきの1番から3番を勘案した結果、韓国との信頼関係のもとに輸出管理に取り組むことが困難になっていると判断し、厳格な制度の運用を行い万全を期すことにしました、うん、って、まあ、これが今回の制度の変更の理由ですということを言ってる。で、まあ、あの経緯の3番のところで徴用工の話は触れてるんだけど、うん、まあ、あの3つの要素の中の1つで、うん、まあ、1番目2番目に言われてる、まあ、不適切事案、うんの問題があったんですって、まあ、そちらが多分その本筋なわけですね。で、世耕大臣のツイッターではこれ不適切な事案がありましたとだけ言ってるんですけど、それもうちょっと補足をしてるのがその後かな、小野寺前防衛大臣がこれ BS 富士の番組に出られて言ってるんですけども、行方不明になったウラン濃縮に使える物質に関して、まあ、これはあの韓国に輸出をしていて、で実際に工業用で使ってる用途を超えて輸入がされているので、それはどうなったんですかということを問い合わせたけれども返事がありませんということを言っていて、でこれちなみにそのウラン濃縮に使える物質というのはさっきの3品目の中のフッ化水素、これはウラン濃縮にも使えたり、あとはその毒ガスを使う用途にも使えますと、まあ、あのもちろんその他の用途にも使えるんだけど、使おうと思えばこういうのにも使えますということですね。でそれからレジストはレーダー素材とか、フッ化ポリイミドは戦闘機の素材にもなり得ますということが言われていて、まあこれはそのいや問い合わせたけれども返事がないってことは、じゃあどこに転用されちゃってるんですかと、これが疑わしいですねっていうのが、まさにさっき その世耕大臣のが公式にその大臣として説明している不適切事案っていうのはこれだったということなんだと思います。でなのであのさっきの社説に戻ると、うん、あの徴用工の問題がのその事実上の対抗措置だって断言しちゃってるんだけど、これちょっと違いますよね、うん、そもそもファクトじゃないですよね。いやもし転用されてる可能性があるんであれば、そこはちゃんと輸出管理するのは、まあ、当然必要な話だし、まあ、法令上それが求められてるということなんですよね、うん、まああのっていうことだと思いますので、これまずその事実関係をきちんとあの確認をして報道した上で論評しないといけないんじゃないかなと思います、うんうん、はい、そんなところです。あと、まあ、もう一個ちょっと気になったのは、まあそのまあ、これ輸出管理は重要だとも思うんですけど、まあ、半導体の輸出で特にあの韓国を中心としたその半導体のこうサプライチェーンみたいなものがあるんで、まあ、もちろん政府もそれをこう想定した上でやってるんだとは思うんですけど、まあ、あんまりやりすぎるとあの景気に直撃するっていう部分もあるのかなというのはちょっと心配になったんで、まあ、結構半導体の輸出とあの日本の景気って相関関係がかなり強いというのもあるんですね、まあ、その辺はまあ分かった上でやってるんだと思うんですけど、まあ、そこはこうバランスの問題なのかなと思ったんですけどね。そうですね、まあ、そのビジネス経済への影響はもちろんちゃんと考えないといけないのでしょうけども、ただ一方でやっぱりその安全保障上の問題が生じるっていうのは、これはあのそれと取引材料にしてっていうことではなく、よりこう深刻な問題につながりかねないっていうことなのかなと思って、まあ、今あのこの一連の
報道とかその事実として言われていることを見ているとそのように思っていますけども、まああのこの問題は引き続きメディアでも報道や論評がなされていくと思いますし、政治の場でもさらに議論がされることがあるのかと思いますが、あの引き続きフォローをしていきたいと思います。であの先ほどの米中の話と合わせてこれはあの専門家の方呼んでさらにお話を聞いてみたいと思います、はい、であとは、今日はもうこのテーマ用意したのこれだけなんですけども、はい、あともう一つ、前回でしたっけ、はい、毎日新聞の、はい、お話をあの特別版でやらせていただきましたが、はい、私が7月の2日付で公開質問状を毎日新聞に送付をしております。社長にお送りをして社長にぜひお答えをくださいということでお願いをしています。これは6月の11日以来あのずっともう5日連続1面でしたけども、その後の週も何日も出てで記事が出たことに対して反論文を出してきました。でその反論に対してどうお考えになるのか、それからこの一連の記事の出た経緯が何だったのか、どういうチェック体制だったのか、あるいはその役所からの情報の漏洩がなかったのかなどなど質問をしております。でこの期限が7月の10日なので、はい、明日にはご回答いただけると思いますので、あの今回は公開質問状なので質問に対していただいた回答も公開させていただきます。その前提でお答えくださいと申し上げてありますので、回答いただけたらまたあの改めてこちらで、ご説明をする機会を作りたいと思っております。回答がじゃあ来れば次回、はい、はいね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあどうも今日はこれでおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。